大久保の皆様、こんにちは。お元気ですか？雨の一日でしたけど、必ず雨が止まない雨がないのに、私たちの人生を守って、イエス・キリストを信じて生きたら、人生は雨がやみ、やがてその雨が恵みの雨と変わるように、イエス・キリストと共に、素晴らしい人生があるということを、今日皆さんにお約束したいと思います。イエスは私たちのために十字架で死なれ、体を裂き、血を流して、イエスは十字架で死なれ、そしてまた3日目によみがえりました。今も生きています。そのイエスを私たちがただ信じるなら救われる、今日このニュースを大久保の皆さんに知っていただき、その人生を新たに踏み出していただけたら嬉しいです。私たちは人生どこからでもやり直すことができるんです。人生はいつからでもやり直すことができる。でもそのやり直すためには、どこかで決断し、また犠牲や覚悟が必要です。今日私たち、あなたの人生に、早速皆さんに伝えたいです。こんにちは、ありがとうございます。美しい女性とかっこいい男性と、ね、ありがとうございます。